アンナ・ファリスはアメリカ合衆国の女優、ワシントン州シアトル出身、スペイン、アイルランド、スコットランドの血を引いている。幼い頃から演技に興味を抱き、9歳の時にシアトルのレパートリー劇団で初舞台を踏む。ワシントン大学を卒業後、ロンドンに渡り演劇を学ぶ。1999年低予算ホラー映画、バレンタインデーで映画デビュー。 翌年、2000年に、キーネン・アイボリー・ウェイ・アンズ監督によるパロディホラーコメディ、最終絶叫計画のヒロイン、シンディ・キャンベル役に抜擢されブレイク。その後も、この絶叫計画シリーズに、シンディ役で出演し彼女の代表作になった。また、人気シリーズ、フレンズでは、チャンドラーとモニカが引き取る、双子の生みの親を演じている。 2004年ベンジャミン・インドラと結婚するが2007年4月に離婚申請。ベンジャミンに90万ドル、不動産、映画、テレビのロイヤリティを分けることで合意し、2008年2月に離婚成立した。2009年7月9日、バリ島にてクリス・プラットと結婚。2012年8月に第一子となる長男ジャックが誕生した。 2017年8月6日に破局したと発表。ありがとうございます。